ヘッダール・スターブ教会は、ノルウェーのテレマルク県、ノトデ電子郊外のヘッダール村に現存する、同国最大級のスターブ教会である。ヘッダール・スターブ教会は三重の神郎を持つ、大型のスターブ教会で、13世紀前半から中頃に建築された。様式的には、同国のボルグンド・スターブ教会などに類似する。保存状態が良くなかったため、 1849年から1851年にかけて保存修復工事が行われたが、この工事もあまり質の良いものではなく、1950年代に再度修復工事が行われている。教会の内装は、1950年代の修復保存工事の影響もあり、16世紀の宗教を改革以後の特徴の見られるものとなっている。 ヘッダール・スターブ教会には、この教会がわずか三日間で建てられたという伝説がある。ヘッダール村に住む五人の農夫が、この地に教会を建てようとしていた。ある日、五人の農夫の一人、ロード・リギリが不思議な妖怪に出会った。この妖怪は教会を建てることが得意で、農夫たちの代わりに教会を建ててくれるというのだが、その代わりに三つの条件を出してきた。そして、 教会が完成した暁には、三つのうちどれか一つの条件を選んで、農夫に実行してもらうとのことだった。その三つの条件とはというものだった。農夫は三つ目の条件なら何とかなるだろうと考え、妖怪に教会の建設を頼んだ。しかし、妖怪が作業を始めると、最初の1日で必要な材料が全て集まり、二日目にはもう教会の先頭が立っていた。 このままでは、三日目にはもう、教会は完成してしまいそうであった。農夫は困り果てて、なんとか妖怪の名前のヒントでも探そうと、近くの野原を歩き回っていた。彼は歩き回り、スウィントゥルーバージェと呼ばれる教会の南東の岩場に、差し掛かったところ、どこからか不思議な、そしてとても綺麗な女性の歌声が聞こえてきた。それは、子供をあやす、母親の歌で、 明日になれば、フィンが月、太陽、そして人間の心臓を持ってきてくれますよ。と歌っていた。これを聞いた農夫は、教会を建てている妖怪が山に住む妖精のトロールで、あり、フィンという名前であると分かった。翌日、妖怪は農夫の元を訪れ、二人は連れ立って出来上がった教会を見に行った。農夫は、教会の柱の一つに近づいて、様子を見、こう言った。 おい、フィン。この柱は、ちょっと曲がってるぞ。妖怪は名前を当てられたことを悔しがって、教会から去っていった。農夫は、こうして、わずか三日で壮大なスターブ教会を手に入れたので、あった。名前を当てられたトロールのフィンは、出来上がった教会の鐘の音を聞くことなく、家族を連れて、別の地に移っていった。ありがとうございます。